サーフボードビルダースノーボードデザイナーのタッピーです。これはデウスパウダーツールミュール159。特徴としてはこの大きなハンマーヘッドからのウィングピンテール。ピンテールっていうのは、まあ、サーフボードからの応用なんですけど、サーフボードのピンテールって言ってこう波に入りやすい、ターンのきっかけを作りやすいっていう性能なんですけど、これも同じ意味合いがあって、雪面にテールを入れやすくてコントロールしやすくてより自由なサイドフィールが得られるっていう。ゲレンデではこのサイドカーブを利用して大きなカービングターンとか壁でのスラッシュとかしてみたり、まあ、テールが回るんで、まあ、テールでのコントロールもすごくしやすくて、ノーズのこの辺が結構ある程度固めにできて、この辺は柔らかくてこの辺がちょっと固め、フレックスはあんまり硬くしなくてしなやかなフレックスを使ってて、芯材も企業秘密というかあれなんですけど、まあ、いろんな芯材を組み合わせてなるべくしなやかになるようなセッティングをしてます。キャンバーなんですけども、このキャンバーは僕らパウキャンバーって言って僕たちがテストして開発したキャンバーなんですけど、キャンバーの部分がすごく短くてローキャンバー、ノーズのキャンバーがすごく長いです。前足からもう上がってて、テールも結構後ろ足から上がってる、本当キャンバーの部分はめちゃくちゃ短くて、コンタクトレンズは短いんだけどある程度硬いところでもちゃんとこのサイドカーブによってターンしてくれる。ゲレンデではある程度真ん中に乗ってほしいかな。でキュンキュンやってもらって、深い時はやっぱちょっと後ろにずらして、で僕たちこう推奨スタンスつけてなくて、それもちょっとサーフィンっぽくて、自分のスタンス探して自分で選んで乗ってほしいかなと思って、僕たちは推奨スタンスをあえてつけてません。この板の魅力はやっぱディープパウダーでのノーズの浮きとテールの沈み込み。広い大きなバーンとかよりも狭いツリー、タイトなツリーとかすごく性能を発揮するテールデザインだと思ってます。中級から上級、特に上級者でテールを使える人が乗るとすごい板が立つんで、そういうスタイルを出した乗り方、パウダーで立たせるようなスタイルのターンとかがすごくしやすい板ですね。スタイルのある乗り方をしてもらえたらすごい、作りとしてもすごく嬉しいボードかな。